あれ見てください、入り口。扉が水中との境界線になってるんだ。不思議ね。それにしても古びた神殿ね。どうしました、ご主人。いや、なんだこの絵で、懐かしいような気がする。懐かしい？何か得体の知れないエーテルはわずかに感じるわ。分かったぞ、ここの便所がお前の生まれ故郷だ。水中でクソしたらどうなるんだ。そりゃ浮力があるから。下品な話はやめてくれる。この神殿は結界によって守られています。それにしてもお客様なんて何年ぶりでしょう。ようこそ母なるしるべの神殿へ。私はここの森人、ナディア。ナディア、我が最愛のナディア。